れはモノリスみたいだけど、ずいぶんと大きいな。よくぞここまでたどり着いた。ダーナ・イクルシア、いや大樹の巫女よ。なんちゃって。やあやあ巫女様、またまた会っちゃったね。イオちゃん、よくこの状況でここへたどり着いたもんだよ。さすが、諦めずに最後までみんなを導こうとするだけあるね。あなたのその気配、やっぱり普通のエタニア人じゃ。もしかして森人たちの。さてどうだろうね。悪いけどダーナでもまずは資格を示してもらいたいかな。この聖堂の儀式はもう私でも止められないからね。さてと、それじゃあ。うん、いい目をして
けど、イオちゃんはどこに。やれやれ、参ったな。臆することなく龍種形態の私を圧倒するなんて、さすが何度も絶望を乗り越えてきた最後の巫女だね。さあ遠慮しないで最後のモノリスを確認してみなよ。イオちゃん、これが最後のモノリス。動いた。前回は最悪をもたらす大樹から聖者が人々を救った話だったけど、失われたエタニアの建国史。確かにこれが最後の章みたいだね。寺院の由来にもこんな経緯があったなんて。これが明るみに出ていれば大騒ぎになっちゃったかな。でもそれじゃあこの聖堂は誰が何のために。これは人々が繁栄を享受する中、真実の壁に記されし脅威はいつしか忘れ去られるだろう。しかし歌方が現れ消えるかのごとく、終末が訪れるのもまた必然。この地を訪れし者たちよ、我を継承する巫女たちよ、汝らはこの事実を知り背負って生きることとなろう。それこそが巫女本来の務めであり存在理由だと我は考える。最後を司る者へと至るその日まで。これって大樹の巫女に宛てたメッセージ。しかもさすがの巫女様もびっくりしたみたいだね。イオちゃん、もしかしてあなたが。さすがに気づいたかな。そう、私は初代大樹の巫女、名前はイオだな。私の試練によくぞ打ち勝ったね。やっぱり。でもその格好は一体。この体はもともと死念体だからね。長い時を過ごす間に力が衰えて子供の姿に戻っちゃったんだ。でもこれでようやく役目を果たせるってものだよ。イオちゃん、いえ初代
その役目とは何のことでしょう。初代だって。私はダーナ以上に堅苦しいのは苦手なんだよね。これまで通りイオちゃんでお願いしたいかな。え？この聖堂でダーナたち巫女に伝えてきたのは歴史。でも歴史っていうのは何も過去のことだけじゃない。本当に伝えたいのは今、そして未来のことだよ。今と未来。そう、この地下聖堂はね、歴代の巫女に大樹の真実を伝えるために作ったんだ。じゃあ今までの巫女はみんな大樹のことを。嘘なんて言いやしないよ。ダーナも実際に見てきたよね。森人にもバレないようこうしてこっそり教えてきたのさ。驚いたな。まあ巫女たちの反応はそれぞれだったけどね。私を大樹にあだなす大罪人と罵る巫女もいれば、中には受け止めきれず反狂乱に陥る巫女もいた。それでも私はね、後世の巫女たちには真実を認識してほしかったんだ。もっともダーナは教える前に自力で知っちゃったけどね。どうしてそんなことを。始まりの大樹はいつかエタニアに破滅をもたらす。いつもと同じ朝が明日もやってくるとは限らない。ある日、当然のことが当然でなくなる時がやってくる。まったく世界は残酷で、まるで誰かの儚い夢みたいだね。ひょっとすると人の一生も似たようなものかもしれない。だってどんな人だって最後に行き着くのは平等な死だよ。王族だろうと盗賊だろうと最後はみんな無に帰るでしょ。じゃあ人が一生かけて積み上げたこと、行ってきた一つ一つの選択、そういったものも全て無意味なのかな。それはダーナだっていつか最後を迎える日が来るはずだよ。その時あんたは何を思う。全て無駄だったと考えるかな。あんなに苦しむなら巫女になるんじゃなかった。母の指輪を外して予知の力を解放しなければよかった。困っている人々を助けるなんて思い上がりだったんじゃないか。いや、それよりも前に、生まれてこなければよかったと、そう後悔するかな。そんな風に思うはずない。その一つ一つがあったからみんなに出会うことができた。どれか一つ欠けても今の私はなかったんじゃないかな。きっとこのエタニアだって同じ。イオちゃんや王家の人たち、先人が選択してきたこと、その全てを受け継いで今私たちがここに生きている。もしエタニアや私の存在が消えてしまったとしても、次にこの地上で生きる誰かが私たちを受け継いでいくはずだよ。だからたとえエタニアが終わるとしても、私の行動が無駄だとは思わないかな。おっと、なんだ、ちゃんと答えが出てるんだ。そう、始まりの私がいるから今のダーナがある。でもダーナがいるからこそ過去の私たちもあるんだ。
そんな覚悟で巫女たちには時代を紡いでほしくてね。イオちゃん、だからこそ胎児の真実を巫女たちに伝えてきたんだね。まあね。それにしても最後を担う辛さを心配してたけど、とんだ義勇だったみたいだね。心配してくれてありがとう。でもね、イオちゃん、たとえ世界が夢のように儚く、どんな形であったとしても、それが続いていく限り、私たちの意志は私たちのものだよ。だったら自分が納得いくまで、私は私を諦めないかな。あんた、まさか。まったく、恐れ入ったな。そこまで気づいているのか。まあ、ダーナにはダーナなりの考えがあるわけだね。どうやらこれ以上私の出番はないみたいだね。若い者に任せて、年寄りはそろそろ退散するよ。イオちゃん、こんな話を聞いてもらえるなんて思わなかったよ。ありがとう。おかげで最後まで頑張れそうな気がする。こちらこそだよ。無責任でしかない言い草だけど、最後までしっかりとね。うん。同行する者たちの準備が終わりました。いつでも出発できます。ラステル、ありがとう。少しだけ時間をいただけますか。この後すぐに参ります。はい、わかりました。その、なんだ、本当にもう出発するのか。すぐに次の寒波がやってくるはずだから、今は嵐の前の静けさといったところかな。そうか、すまぬな。一緒についていくことができなくて。ううん。やはり皆には少しでも誇り高くあれる選択をしてほしい。王都を離れられないと主張する者たちの気持ち、合理的ではないが、今なら私にも分かる気がするのだ。オルガちゃん。それに巫女であったお前に未だ反感を持つ者もいる。そういう輩は私が率いた方がお互いにうまくいくだろう。最後の時を誇り高く迎えるため、ここからは各々が選んだ道を行こう。さすがオルガちゃんだな。何のことだ。ううん、何でもない。それじゃあここでさよならは言わないよ。ああ、分かっている。
静かだね。みんな、ただいま。一年ぶりだね。いつかこの日を迎えると思ってきたけど、やっぱりドキドキするな。いよいよだよ。アドルさん、やっと会えるね。